今回は2014年4月にマイナーチェンジして発表されたトヨタビッツ、そして、ホンダフィットハイブリッドを紹介したいと思います。ビッツといえば1999年にデビューした初代モデルで、まあ、デザイン、パッケージングなどあらゆる面で、まあ、コンパクトカーの、ね、革命といえるような出来栄え、これによって、ね、まあ、大ヒットとなりました。ですが2代目3代目とモデルを重ねるにつれてだんだんその革新性が、ね、薄れてきちゃったなという印象が正直言ってあります。まあ、そんな中で、ね、2001年ホンダがフィットをデビューさせるとセンタータンクレイアウトという全席の床下に燃料タンクを置く革新的なレイアウトで、まあ、ものすごい広い室内空間を実現したことでフィットの方に、ね、人気が集中してしまったというのが、まあ、現実です。そんな中で行われた今回のビッツのマイナーチェンジはまさにその流れを、ね、もう一回ビッツの方に引き寄せるぞと、まあ、そういう意気込みを感じられるものになっています。一番の変更点としてはエンジンが挙げられるでしょうね。内燃エンジンとしては驚異的な熱効率 38%、これを実現することでハイブリッドではないコンベンショナルなエンジンながら 1.3 リッターでリッターあたり25キロという、ね、低燃費を実現しました。そしてさらにボディ剛性の強化によるハンドリングの向上、そしてね、まあ、いろいろ不満のあった内装の、ね、クオリティアップなど全体に進化を果たしたと、まあ、それが今度のマイナーチェンジと言えると思います。というわけで今回は、強力なライバルであるフィット、これと、新しいビッツを比較しながら、その進化を確かめてみたいと思います。1.3 リッターの自然吸気なんですが、アトキンソンサイクル 13.5 という高圧縮比、クールド EGR 電子制御のバルブタイミング可変システム、こういった、ね、デバイスを本当にてんこ盛りにすることで、効率を高めてリッターあたり25キロという低燃費、そして最高出力99馬力、最大トルク 12.3 キロという、ね、スペックを実現しています。1.5 リッターエンジンとデュアルクラッチギアボックス、そして電気モーターを組み合わせたハイブリッドシステムがこのフィットハイブリッドの心臓になります。システム出力137馬力、最大トルクが 17.3 キロ、そして燃費はこの S パッケージで 31.4 キロとなっていますね。パッと見てね、雰囲気ずいぶん変わりましたね。とてもね、まあ、見た目のクオリティ的に評判あんまり良くなかったインパネですとかドアトリムなんかが変わって、まあ、見栄えがだいぶ良くなりました。見栄えだけじゃなくて機能も向上しています。メーターパネルの中にはね、TFT マルチインフォメーションディスプレイというのが入りまして、そこにはね、まあ、燃費ですとか走行時間、あとはまあエコ運転指南みたいなことが、表示することができます。それからまあインパネの上側にね、大きな入れ物が追加されました。まあ、今までね、ちょっと小物入れ関係も少ないなというイメージがあったので、これはかなり重宝するのではないでしょうか。デザインはまあいかにもホンダ的な、まあ、サイバーっぽいというかガジェットっぽいというか、まあ、そういう雰囲気ですよね。ただね、まあ、クオリティ感を出すために、まあ、ステッチが入ったソフトパッドが貼られていたり、まあ、静電式のタッチパネルが使われていたりと、ね、工夫されています。そしてハイブリッドだと、ね、まあ、このシフトレバーの形状なんかも変わっていて、まあ、それなりの、ね、雰囲気を、ね、演出してますよね。リアシートです。まあ、見た目サイズからする期待値からすると、まあ、結構座れるなという印象ですね。つま先もちゃんとシートの下に入りますし、膝の前に拳縦に一つ分ぐらい入ります。頭上もまあ十分にありますし、まあ、まずまず使える後席と言っていいんじゃないでしょうかね。リアシートです。まあ座面が高いのと、あと足元も余裕がある。特に、ね、膝の前なんか、ビッツの2倍ぐらいあるんじゃないかというぐらい余裕がありますね。ただまあちょっと天井は狭めかなと思いますが、それでもね、まあこのセグメントの中でやっぱり圧倒的と言っていい広さを実現してますね。床板が2段に、切り替えることができるようになっていて、まあ、下にすると容量が増えます。まあ、上の段にした状態でリアシートを倒すと、まあ、フルフラットな、荷室を作ることができるということですね。まあ、見ての通り床面が、ね、低くて、そしてまあ広さも十分以上に確保されていますね。さらにまあセンタータンクレイアウトの恩恵で、リアシートバックレストを倒すときにダイブダウンという、ね、それが併用されることで、ビッツのように、ね、まあ、二重の床にしなくても、この低い床のままでそのままの高さでフルフラットにすることができるということになっています。まあ、さらに、ね、このリアシート座面だけを手前に引き起こすことで、まあ、その前に、ね、すごい背の高いものを積み込むのも、楽になってますね。どのぐらい進化してるでしょうか。早速ね、ビッツの走り確かめてみたいと思います。